このスバ。ベルたちと出会ったのはこの辺りだったと思うのですが、先行リザードランナーの姿はないですね。だよな、そう簡単に見つかるもんでもな。いました。気持ちよさそうに寝てるわね。不思議なくらい好きだらけ。それなら好都合だ。そっと近づいて。はあ、バインド。うわ、消えた。クソ、どこに。カズマ様、上です。え、上って。ジャイアントトードがどうして空から。ヘスティアたちが来た時と一緒ですね。先行リザードランナーの仕業でしょうか。へえ、なんだいこの大きなカエルたちは。気をつけろ、油断すると食われ。クジマさん、助ける。もう食われてんのかよ。ブメアラ。うわ、神様。暖かい、ヌメヌメする。臭いよ、早く助けるよ。お二人ともすぐに助けなくては。リリルカ、慌てず慎重に。すぐに飲み込まれるわけではありませんから。そうなのですか。ええ、私も経験者ですからわかります。よほどお腹が空いていない限りは。僕を助けて。飲み込まれちゃう。今日はいつもと違う。神様、今お助けします。全身ヌメヌメだ。ペル君、僕は怪我されてしまったよ。ごめんなさい神様、ちゃんと守ることができなくて。いいんだよペル君、僕は君を許す。だから君をギュッと抱きしめさせておくれ。神様。ああ、僕もヌメヌメに。ほらコズマも、守りきれなくてごめんなさいわ。助けてもらっておいて何言ってるんだ。俺たちはあいつらと初めて戦うわけじゃないんだぞ、このダメ神。わあ、エスティアと対応が違いすぎるんですけど。いいわ、カズマのこともヌルヌルにしてや。あ、先行リザードランナーが戻ってきました。君を探しに来たせいでヌメヌメに。いい加減観念しておとなしく捕まるんだ。あんたのせいでとんだ女神差別を受けたわ。この恨みヌルヌルでお返ししてあげましょう。先行リザードランナーがエスティア様とアクア様の気迫に押されていますね。あいつらカエルに食われてただけだけどな。こら待ちなさいよ、何回逃げるつもりって。うわ、力なんか来るわ。これはミノタウロス、また現れましたね。一気に取り囲まれて戦うしかない。この状況かなりまずくないか。安心しろカズマ、剣が当たって壁になれるこの私がいるのだ。何も恐れることはないぞ。うはははは。このヌルヌルの恨み、そいつらにもぶつけてあげるわ。行けベル君、僕の仇を討ってくれ。はい神様。クルシュバ。キャラエピソードとこのスバストーリーはキャラとの絆を深めると解放されます。このスバ。
るラファーガン。ファイヤーボルト。こう数が多いとラチが開きませんね。カズマさん、何か策はあるのよね。じゃないとちょっとまずいわよ。敵が一箇所に集まってきたな。そろそろ頃合いか。みんな敵から離れてくれ。めぐみ、今だ。言われなくとも、我が名はめぐみ。ゴーマ族随一の魔法の使い手にして爆裂魔法を操りし者。我が力とくと見るがいい。行きます、エクスプロージョン。すごいです、メグミンさん。こんな凄まじい威力の魔法初めて見ました。手負いとはいえ、あの数のミノタウルスたちを一撃で仕留めるなんて。メグミンさん、凄腕だったんですね。この私の凄さにようやく気づきましたか。へえ、もう動けません。メグミンくん、大丈夫かい。ああ、気にしないでください。いつものことなので。ひゃっ。爆風に巻き込まれて先行リザードランナーも気絶してる。よし、もう逃がさないからな。神妙にお縄につきやがれ、このスバインド。へえ、うんうん、そうかいそうかい。君は僕たちと遊びたかっただけなんだね。なあ、ヘスティアは何をしてるんだ。先行リザードランナーに元の世界に戻してもらえないか交渉してくださっているそうです。そんなことできるのか。便利な神様だな。うん、話し合いは終わったよ。すぐに元の世界に返してくれるそうだ。その代わり縄を外してほしいらしい。本当ですか。さすが神様、すぐに縄をほどいて。おいおい、そんなことしてまた逃げ出したら。大丈夫さ、この子は僕たちが思っている以上にいい子だから。そこまで言うなら、ほら、外してやったけど逃げるなよ。へーへー、なんだか喜んでるみたい。こうしてみれば意外と可愛いかもね。それではここでお別れということになりますね。みんな集まってくれ。オラリオンにすぐ送ってくれるそうだ。え、もうですか。別に明日でもいいような。オラリオンの様子も心配ですしね。それにまた会えますよ。次こそはぜひ同じ格好をしましょうね。ええ、お待ちしていますよ。カズマさん、今回はいろいろとありがとうございました。短い時間でしたがとても楽しかったです。お礼を言うのはこっちだって。むしろ今回は俺たちのせいで迷惑をかけちまって悪かったな。いえ、カズマさんたちと出会うことができてよかったです。神様もそう思いますよね。ああ、アクア、みんな離れていても僕たちは友達だぜ。もしまた会うことがあったら、また剣の手ほどきをお願いしたい。もちろん、約束する。それじゃあ、またいつか。はあ、行ってしまいましたね。やっぱり少し寂しいです。ああ、賑やかな連中だったしな。ねえカズマさん、そういえば私たちって何のためにここまで来たんだったかしら。そりゃ決まってるだろう。逃げた先行リザードランナーを捕まえて運搬するクエスト。ああ、あいつベルたちの世界に行っちゃったじゃねえか。帰ってくるのか。弁償は嫌だ。まあまあ、私の攻撃が当たるようになったのだ。これからもっと高難易度のクエストをこなして稼げばいい。
っきの我が爆裂魔法の影響で眠りから目覚めたようですね。ちょうどいい。我が剣のサビにしてやろう。ふっ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 。あれあれ全然当たってね。どうしよう、カズマ。攻撃が当たらなくなってしまった。どうしたらいい。もしかして合図たちが帰ったせいで元に戻ったのか。ってことはやばいわよ、カズマ。早く逃げましょう。クエスト失敗してダクネスの攻撃も当たらなくなってちくしょう。ここはウラリオだ。ありがとう、先行リザードランナー君。で、あれ？いませんね。また別の時空へ旅立ったのでしょうか。ちくしょう。え、今カズマの声がしたような。きっと僕たちを激励してくれてるんですよ。世界は違っても同じ冒険者。次に会う時までにもっと強くなっておきます。このスバ冒険の軌跡を